上がってる。こんばんは、こんにちは、いらっしゃいませ。ハロー。変な時間に始めてしまった。こんばんは、あー、来た、くにじさん。くにじさん、いらっしゃい、しゃべろう。変わりないですか？あれ、これ、マイク入ってる？こっちやな。こっちでやっちまった。あれ、なんか音楽流れてるんかな、もしかして。止まってるな。オッケー、ありがとう。ふにじさん来てくださってありがとう。みんな集まってくれるかな。ちょっと急に始めてみた。いつものことやけど、インスタライブはいつも急やな。あー、あきこさん、あきこさん来てくれてありがとうございます。あきこさんありがとう。いつもいつもあきこさん。あきこさんは何してますか？私は聞こえてる？あー、ありがとう。なんかどちらかってインスタライブもミキサーで配信してしまった。なんかさ、どうなんかちょっとよくわからないから、なんていうの、812の歌を812では流していいけどインスタライブで流していいのかがちょっとよく私の中で分かってなくて、ただリアルタイムで流すだけはいいけど、私ログに残すじゃん。だからログに残すのに流れてたらダメなとこがあるのかなとかちょっと思って、インスタライブは相変わらず音楽なしなんやけど、ごめんね。のだめカンタービレ見てますよ。え、なんそれ、録画ってこと？今やってるの？元気ですか？くにじさん元気。くにじさんは変わりないですか？元気ですよ。そう、今日はふわふわ負けのショルダーのまだご注文があと2個あったから、それを縫いながら1時間弱ぐらい配信させていただきますね。晩ご飯作らなあかん。のだめカンタービレ面白いな。やきこさんめっちゃ見てた。今やってるんや。いいな、楽しそうやね。いらっしゃいませ。まゆさん来てくれた、ありがとう。今日この時間はみんな何かな、お夕飯の準備とかで気ぜわしい時間ですか？気ぜわしいかな。ありがとうございます。とんでもない。てかこうやって変わらずくにじさん来てくれてありがとう。ご縁がずっと続いてる。ありがとう、くにじさん。ご主人さんも変わりないですか？くにじさん。まゆさん、こんにちは。ありがとう。こっちも来てくださってめっちゃ嬉しい。まゆさん、ありがとう。あきこさん、どうも今、玉木宏さんが好きみたい。ほら、どうも今、玉木宏好きな感じのあきこさんじゃ。わかる。わかるかも。でも、玉木宏は今じゃなくても前からちょっと好き。かっこいいよな。そう、でもあかんって夕方にイケメン見てもデレデレなってまうわ。あきこさん間違いない。仕事中だけど触りまゆさん。ごめん、仕事中に見てくださってありがとう。サボりありじゃん。もう終わりかな。もう終盤かな、まゆさんの仕事は。えいえい、あー、サボりサボり。あ、あやこさんや。あやこさん、こんにちは。来てくださってありがとう。嬉しい、あやこさん来てくれた、久しぶり。ちょっとミシンしながらでごめんなさいね。あ、みなぼうさん来てくれた。みなぼうさん、フェルトの化学班みなぼうさん、ありがとう。はい、主人も相変わらずです。よっしゃ、お主人さんも元気ならよかったです。みなぼさん、こんにちは。みなぼさん寂しい。もう変わらず来てくださって嬉しい、ありがとう。今日はふわふわ負けなショルダー縫いながらです。あ、みなぼさんお仕事中、ごめん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 。お仕事中に来てくださってありがとうございます。
インスタライブをする時間がちょこっと見つかったからさせていただきますね。そう、ちょっと待って、ユミクさんこんにちは、いらっしゃいませ、来てくださってありがとう、喋りませんか、コメント難しくなかったらいくらでも喋りませんか、ゆるくゆるくゆっくり喋ろ、何にも何でも喋るね、ありがとうユミクさん。なんじゃあきこさん、極道主婦、極道主婦って何、それが面白くて、あ、そうなんや、あきこさんいっぱい知ってらっしゃる、私疎いからな、でもすごいな、懐かしい、ドラマとかも全然見てないんです私。あやこさん、ペルトさん、12月のアート雑貨出展されますか。うん、あやこさんごめんなさい、あ、12月のアート雑貨はね、私お休みさせていただきました、初めて、ごめんなさいね、私も初めて、こんなこのアート雑貨はさ、皆勤賞やったでしょ、春冬ずっとね、だけどこの冬だけはちょっとあやこさんごめんな、お休みさせてもらいました、商品がないの全然、だからその代わりあやこさん聞いて、春の開催は予定させてもらってるので、春の開催分は日付がちょっと忘れたけど、また頑張らせてもらおうと思ってますんで、その時によかったら会いに来てください、あやこさんありがとうね。みなぼんさん、今日は午前中にますみさんと再会しました、何それ、楽しそう、いいなー、みなぼんさん楽しそう、私も行きたかった、いいな、ますみさん大好きやわね、みなぼんさんね、あきこさん、ドラマで夜やってるの何曜日かわからないけど、極道主婦、面白そう、私さ全然ドラマ見てないの、あきこさん、そうなんや、面白そう、あやこさん、そうなんですね、抱っこ紐のカバーポッチンが壊れちゃって、あ、そうなんや、あやこさんお取引できるよ、あやこさんはライブ81に来てないんかな、いやんな、ポッチン取れたの使うのやんな、ほんなん春まで待たれんじゃ、在庫のある中やったらあやこさんお取引できるし、もしよかったらインスタで、DM ください、お問い合わせよかったらしてください、赤ちゃんおるのにぼっちん取れたまま何ヶ月もおるのはしんどいわね、もしよかったら、在庫のある中でよかったらです、あんまりそれもないんですけど、あやこさんもしよかったら残ってる在庫お見せしますね、そうそう、できれば812でのお取引が本当はありがたいんですけど、またDM させてください。DM していただいたらお話しさせてください。ありがとう。あ、ベリージェリーさんありがとう。来てくれた。ゆきえさん、ありがとう。せつこさんもいらっしゃい。ゆきえさん、待ってたよ。ゆきえさんのこのさ、アイコン見たらほっとする。もうほっとします、ゆきえさん。小人図鑑のこのアイコン見たらありがとう。みなぼさん、すごくお家近かったよ、連絡して20分後に会ってた、どういう感じ、そうなんや、みなぼさん、私20分は無理やけど、いいな、楽しそう、楽しかったですか、みなぼさん私も会いたいよ、みなぼさん会ったことない、ますみさんもライブでしか会ったことない、楽しそうや、いいな、20分後に会えてご近所やな、サハラさんいらっしゃいませ、こんにちは、来てくださってありがとう、サハラさん、そうなのですか、後で DM させていただきますね、かしこまりました、あやこさんありがとうベリージュリさんこんにちは、ありがとう、ベリージュリさん来てくれたら嬉しい、桃尻、そうそうそう、なゆきえさん、うちの子な、上の子がちっちゃい時に流行ったんかな、確か、ね、聞いて、うちの子な、私がそうさせたのもあるけど信じてたのいるって信じてたのだからトイレをね、トイレのトイレットペーパー三角折りしてね、夜ね、そっと置いとくと朝お母さん
小人図鑑が来てたって言って言ってたよ。だから結構小人図鑑詳しかったりしてました。 DVD をね何回も見てたの、何回も何回も。でももじり一番可愛いよな、一番とっつきやすいというか、一番癖少なめで可愛いももじりがね、うん。ムーさん来た、こんにちは。ムーさんいらっしゃい、ありがとう。ムーさんいつもいつもありがとうね。ムーさんさ、菅亮さん連絡取れたし、お誕生日カレンダー入っていただけましたんでね、安心してくださいね。あら来た、どっかのなんかハゲたおっさん来たで。あ、間違った、ハゲたおっさんじゃないな、つるっぱげたおっさんやったっけ、違うか。みなぼうさん、待ち合わせの目印は何、ペルトのバッグと書籍ホルダー、ウケる。ありがとうみなぼうさん、めっちゃ嬉しい。ウケる、そっかそっか、目印なった、見つけれた、みなぼうさん、その目印でお互いに、お互いに発見できましたか。ありがとう。ああ、みなぼさんウケるわ、子供信じるよね。うん、信じる、ゆけいさん。あのな、あの小人探しに行くから言うて、私なかなか山奥探しに行かされたこともありますよ。小人探しに行くから言うて、あのゆけいさん、あんまり中途半端に信じさせると後が痛い。あのなかなか本当に山の中しばらく歩き続けました、探すために。あのヤッホーのやつとかね、おるかもしれんっていうか、すごい探したよ本当に。私これ帰れるんかなっていうぐらい、あの見つかるまで帰らん勢いやったもんで、私帰れなくなるかなと思いました。危ないよね、下手にね、あの子供にロマンを持たせるとね、お家に帰れなくなります。山奥散策でね、本当に小人がおると思われたからマジで探してました。連れて帰るって言って、虫取りかごも一緒に持ってて、連れて帰ってどうすんのと思いましたけど、そう、あの小人図鑑危険です。あのゆきえさん、山奥歩く羽目になりますよ。あの時可愛かったなね、よかった、お手数おかけしました。こちらこそ、ムーさんがつないでくださってありがとう。大丈夫です、ありがとうね、ムーさんに感謝。いつもいつもつないでくれてありがとう、感謝です。タンポポさんいらっしゃい、またこんな時間に。げんこつか、げんこつ違う、私石頭頑固やし知ってると思うけどね。え、ハゲたおっさんだな、またハゲたおっさん、ごめんなさい、ハゲたおっさんって思った、ごめんなさい。あ、タンポポさんいらっしゃい、こんにちは、いらっしゃい、夕方の忙しい時来てくれてありがとう。あら、上がってる、上がってないよ、何がよ、何が上がってる、おでこ上がってないよ、全然変わってない、全然上がってない。あら、そちらのあのまさきさん、あのどうしたんですか、あのやたらとツルツルテカテカな感じでいらっしゃいますけど、あのどうしたんでしょうか、すごいツルツルテカテカですね。ベリーズリーさん、インスタで配信見たのすごく久しぶりです、ほんまやな。あの、あ、間違った、あの最近、あの、あ、最近ちょこちょこやらせてもらってて、タイミング、なかなかちょっとね、あのタイミングがあのズレズレなんですけど、そう、ごめんなさいね。そう、ご飯作りながら見てます。サーラさん、ありがとうございます、嬉しい。あの耳で、あのお手手は埋まるからコメントしづらいと思うけど、お耳でだけでも聞いてもらえたら嬉しいです。今日の晩ご飯何かなって聞いたらあかんな、聞いたら書かなあかんな、ごめんごめんごめん。うちはまだノープラン、5時過ぎぐらいまで配信させてください。そっから私は晩ご飯に取り掛かって、今日はね、もう手抜きにしようかな、どっちか迷ってる。今日はな、お鍋にするか、それともあのな、グラタンにするか迷ってる。あのベーコンブロック買ってきた、よいしょ、あ、ビーフシチューのリメイクです。うわ、うまいやつや、ビーフシチューとかうち食卓並ばんよ、うまそうやで。サハラさん、ごめんごめん、あの手止めちゃったね。あのご飯食べながら、なんて忘れた、ご飯の準備しながら配信聞くって私もよくするんです。他の方の配信で、あのおしゃべりしてるの聞きながらするのって楽しいな。
なんやけど、不意になコメントを打つのはむめあのお手手洗ってほんでお手手ピーピーって拭いてからじゃないとコメントできんっていうのあるから、あまり話しかけたらあかんなと思いながら聞いちゃった。ごめんな、サハラさん。アキコさん、昨日グラタン食べたよ。あ、そうなん。じゃあ私今日グラタンにする。真似していい？真似しようか。グラタン食べたい。なんかグラタン食べたいよ。お腹空いてこんな時間にマックナゲット買っちゃった。うわ、それうまいやつや。ちょっとムーンさん罪やで、それはもう罪や。わかるけど、なあなあ、マックナゲット何のソースが好き？私はブレずにずっとマスタード。ムーンさんは？ウケる。この時間のマックナゲットはな、もう完全に犯罪じゃ。ムーンさん、それ待てんかった人や、晩ご飯が。ウケるし、はあ、おもろいわ。ご飯にのせてチーズのせて焼く、うわ、もう美味しいやつや。サーラさん、それお腹すいた。ビーフシチューとか食べたいわ。アキコさん、ビーフシチュー食べたいって言っとこう。アキコさんに、サーラさんちに食べに行こう一緒にって言っとこう。今日はおでん。うわ、タンポポさんちおでんうまいやつや。私も週末おでんしようかな。おでんって楽じゃん。私おでんはね、前の日の晩から炊くって決めてるんですよ。だからおでんをする日の前の晩から仕込んどくから、その次の日のおでんはね、何もしなくていいおでんなの。だから前の日の晩に2倍働くってやつ、あの暮れにお世辞料理作って三が日休むのと一緒で、あのなんだそれ、そういう意味じゃないか。あの前の日の晩におでんをもう洗い物しながら、おでん仕込みながら晩ご洗い物して、ほいであの次の日の晩ご飯はもうそのしみしみおでんを温めるだけっていうのにしてるんですわ。タンポポ団地行きたい。嬉しいって、あきこさん嬉しいな。マスタード、あほな、あきこさんマスタード。バーベキュー好き？今日は新しいソースにした。何それ新しいソースって、美味しい？私ずっとブレずにマスタード、もう一途な、そこだけは裏切らず。なんか違うのにしてやっぱりマスタードのがうまいって思ったことがあって、ほいでなんか知らんけどマスタードなの。うわ、新しい、そう、待てや、マックナゲットの口になるやんか、むーちゃん。それはもうマックナゲット買うてくる話になるやつや、それ。ついでに三角チョコパイのチョコレート味の方も買うやつや。あかんやつや。ビーフシチューな、わかった、行こうよって。あきこさんやっぱノリよくて好きやわ。一緒行こう、あきこさん一緒行こう。すぐあのすぐ人んちに食いに行くんや、人んちの晩ご飯を。うまいわ、間違いないわ。あった、ひまわりさん来た。ひまわりさんありがとう。朝から大根煮込み、うわ染みてるわ、染みてるな。あー、うわ、おでん食べたい。あのさ、聞いて、タンポポタン、あのな、私ちっちゃい時はな、おでんの大根の良さが全然わからんかったの。おでんの大根何が美味しいのって思ってたの、ちっちゃい時はね。今うまいな、今めっちゃうまいで、おでんの大根もう最高やでね。よいしょ、みんな来てくれてありがとう。ゆきさんいらっしゃい、ベニーロさんもいらっしゃい。伊勢エビとベニズワイガニソース、え、ムーさんそれむっちゃ高級感。うわ、なんか食べたことないよ、高級すぎて私食べたことないんやけど。ムーさん、あんたチャレンジャーやわ。私もそれなめペロって舐めたい。あきこさんがもうよだれ、あ、もうあきこさんお腹すいたわ、私もお腹すいたわ。あきこさんもうなんかこの時間のご飯の話はな、もう飯テロやな、晩ご飯お腹すく。よいしょ、
やあ、ヤギさん来た。ヤギさんいらっしゃい。ヤギさん来てくれてありがとう。こんばんは。今あのね、マケナショルダーのふわふわマケナショルダー2個ご注文があったから、それを作りながらの配信って感じ。あきこさんいらっしゃい、お待ちしてました。私はじゃがいもが好き。なあ、タンポポタンさ、じゃがいも入れる？うちもね、実家はじゃがいも入れて、私じゃがいも入ってるの当たり前やと思ってたんですよ、おでんに。タンポポタンもそう？じゃがいも入るの当たり前って思ってる？私は思ってる。それがさ、九州に行った時かな、福井に来た時かな、あのな、じゃがいも入ってないの、おでんに。衝撃なんですけど、みんなおでんにじゃがいも入れますか？あの、私なんてタンポポタン、うちの実家もそうですけど、じゃがいもなんて丸ごと入れたりしますよ。うちの実家とかはもう、あの、皮むいただけ、皮むいただけで、そのなんていうの、切ったりせずに丸ごと入れて、丸ごと炊くっていうか、もうしたらうまいんですわ。一個でボーンって入ってるっていう感じ。でもみんなは違うの？私、え、おでんにじゃがいも入れなくねって言われて、え、そうなんってなった。どうなん？アンパンマンポテト、アンパンマンポテト娘がチンしてくれた。あきこさん、こらこら、始まった、始まったぞ。あきこさん、ちょっと待って、こらこら。アンパンマンポテト美味しいやつや。あれだろ、アンパンマンポテト、アンパンマンポテトってなんや、あの、こんなやつじゃない、あの冷凍の。違うか、私の思ってるアンパンマンポテトと違うんかな。私あれよくお弁当にいいかな、子供のって思って買ってた時あったな、アンパンマンポテト。待って、娘がチンしてくれたって、もうそれできた娘やでなあ。あ、入れない、あ、あきこさん入れない、じゃがいも。あ、ゆきえさんも入れない。うちで取れたもの入れるの、タンポポタン入れる、入れるな。ヤギさん、先日のアーカイブで見てたら、ゆで卵を作りたくなって、うん、冷蔵庫見たら1個しか残ってなくて、明日買ってくる。ヤギさん出たぞ、ここにも、ここでも始まるぞ、またちょっとゆで卵リレーが始まるぞ。ちょっとヤギさん、1個はダメやわ、卵1個はダメですわ。ともこさん、それで2パック買いに走ったからね、チャリで、チャリでシャカシャカシャカ言って、チャリこいで。2パックですよ、ほんで1パック湯がくっていう、すごない、ともこさんのゆで卵湯がくのはもう10個単位ですわ、もうかっこいいよね。そんなやつってあきこさんが言ってる。ベリージュリさん、実家は中国地方ですが入れない。そうなんや、やっぱなんかじゃがいも入れる入れないあるな。私の実家の方は入れるんですわ。でも私入れなくねって言われてね、あ、そうなんやって思ってね。ちょっと混んできたから仕事もあるので、あ、みのぼさんありがとう、来てくれてありがとう。あの、またよかった遊びに来てくださいね、ありがとう。ヤギさん、めっちゃ食べたい心境満載。もうヤギさんあかんわ、ヤギさんはもうゆで卵の人になってもた。でもなんかシンプルにゆで卵美味しいですよ。なんかな、漬け込んどくといろんな味ができるから、みんな味噌に漬け込んだりとか、めんつゆに漬け込んだりとか、砂糖醤油の甘辛いのに漬け込んだりとかして、あの、湯がいたそのゆで卵をいろんな味で漬け込んでるみたいですよ。そうって言って、ゆで卵のチームゆで卵に、ヤギさんも来い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 。ムーさん、この間白だしと水だけのおでんレシピでじゃがいも入ってた、入れたから美味しかった。あ、白だしと水だけって、それでおでんのだしなんや、シンプル。じゃがいも入ってた、ムーさん。でもなんかあれやな、多分いろいろ入れて素材のだしが出てるから、そんだけでいけるんやな。おでんのもスープの素ってもういらないんかな、ねえ。1と35253、間違った、1と325253、こんにちは、いらっしゃいませ、コメントありがとうございます、ありがとうね。じゃがいも入れてみて、美味しいよ、わかる、美味しいな、タンポポタン、わかるよ。あのさ、あの、肉じゃがのじゃがいもも美味しいけど、おでんのじゃがいもな、またちょっと違って美味しい、あの、しみしみよな、タンポポタン、わかるわ。うちの母はあのね、もうじゃがいもを切らない、皮むいて丸ごと掘り込みました。そしたらね、もうほら、どんだけ炊いても煮崩れせんのやって、なるほどなと思った、切るから煮崩れるんじゃって言って、
なるほどなって感じ。賢いな。ちょっと待って八木さん入会させてもらいます。はい、あのご入会ありがとうございます。八木さん、もうとりあえず八木さんはあのさっさと卵買ってきてさっさと卵買ってきてください。お水から火にかけて沸いてから6分半であのお湯をジャーです。うん、ちょっと待って、卵の回増えてきたぞ。もうなあかん、夜中に言うて卵の話したらな、危険です。もうみんながな冷蔵庫確認しに行ったからな、何個か。タンポポタン、ゆで卵入れるよ、余分に。私めっちゃ入れるで、タンポポタン。もう20個ぐらい入れたろうかなと思うよ、ほんと。ゆで卵。鍋が大きさが足りんけど。でも入れる。ゆで卵はもう絶対入れる。確信犯的に茹ですぎて入れる。数をね。今度じゃがいも入れてみよう。うん、ゆけさん丸ごと入れてみて。あの、切ると崩れるわ。もう長いことコトコトするなら、もう丸ごと皮むいただけで掘り込むのがいいですよ。ヤギさん、旦那に LINE して買ってきてもらう。ちょっと待って、やめや、やめや、待って、ヤギさん始まったぞ。ちょっと待ってくれ、明日買いに行くが、なんか旦那に LINE して帰ってもらうになってきたぞ、ヤギさんもう旦那さんも何いきなり卵スイッチ入ったでなるよなウケるし。あきこさんがじゃがいもメモメモ言うてる。じゃがいも入れてみ。あきこさん、じゃがいも入れるも美味しい。おでんの味のじゃがいもも美味しいよ。なんか、私は好きかな。うずらの卵入れる。え、うずらの卵入れたことないとか、買うことがない。すごいし。ちょっと待って、ムーさん、4個卵あった。作れる、作れ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 。ムーさん、ムーさん、作り方はな、お水から湯がいて、お鍋で、お鍋に卵を冷蔵庫から出して入れます。お水をかぶるぐらいまで入れます。火にかけます。お湯が沸きます。沸いたとこから6分半、6分半経ったらお水をジャッ。ほんでその余熱でちょっとずつ火が入っていくから、それをあちちあちちってなるのをちょっとなりながら剥くで食べるがベストな茹で加減。でも卵の大きさのサイズは L サイズね。そう、4個作ってみっていうとこ。はい、チームうで卵おいでムーさんいらっしゃいませあー、七色さん、ペルントさん、こんにちは。いらっしゃい、七色さん。ちょっとあのあれしてた、ゆで卵の話してた、ごめん明日まで待てない、わかるよわかるよ。でもな、この時間帯で待てないと思ってるのは、まだその旦那さんに買ってきてもらえるからセーフや。ともこさん、夜中の2時とか3時から卵うちないねんってなってたから、もう朝朝もう明日絶対買いに行く、2パック買う言うて、もうマジで2パック買ってたよ。めっちゃ好きや、ともこさん最高やで。そうなんや、タンポポタン。家で採れたちっこいじゃがいもポロポロ入れるといっぱい食べれるの。わかる、うちの親もですわ。タンポポタン、新じゃがをね、こうやってなんていうたばしみたいなんでコスコスコスって皮、薄皮剥いただけとか、それ掘り込んだりしてる。わかります。逆にちっちゃいじゃがいもの他の使い道がよくわからんじゃないですけど、なあ、ちまちボロもちっちゃいやつやろ。うちの母もそうですわ、一緒やな、どこもヤギさん、じゃがいも入れてみる。あ、ほんま、おでん入れてみて、よかったら。ヤギさん、美味しいですよ。あの、掘り込んだらちっちゃい小ぶりのじゃがいもを丸ごと掘り込む感じ、美味しいようずらの卵一口でパクッと食べれるから好き。うわ、美味しいな。あきこさんとこ豆やわ。私、うずらの卵が高級やから、ようかわん、めっちゃ高級やしなあ、美味しそう。パクッていきたいな。ちょ待って、ムーさん、なんや、ちょうどあるの、 L サイズだ。作るしかない、ウケる来たぞ。はい、もうあのムーさんはこっちの世界ですなんかもう最強やで。でもミティさんとかさ、ムーさんもう夜中に1人で4個食ってるで、ほんま4個食っとるぞ、ほんま。もうあの人すごいわ、勝ち組やなんかゆで卵、たかがゆで卵、されどゆで卵やな。ゆで卵ブーム来たな、ほんとにね。あきこさん10個100円だよ。そうなん、安い。
あきこさんとこだからちゃう、うち248ぐらいするんちゃうかな、気のせいかな。うずら、うずら8日は高くて、そんなもんうちの子らがうずらにはまったらもうどんだけ買わなあかんやらです、パクッと食べれてまうから、うん、えらいことですもんね。1人で4個、さすがや、さすがやで、ムーさん。でもな、2個は食べたくなるよ。あの1個じゃ足りんわ、あのマジで茹で加減がベストだと、だったらね、うまいこと言ったら、あのあのな、1個じゃな足りんって なるよ多分。っていうのはな、ムーさん聞いて、ミティさんはとりあえず2個湯がいたんやんか。2個湯がいて2個じゃ足りんくて、もう10、もう8個湯がくっていう謎の、結局10個湯がいてるやんっていうのは、やばいやばいやばいぞ、もう本当に。あ、水地じゃないの、自分で茹でるの。待って、あんきこさん、私さ、パックに入ってるあのうずらさんやろ、私あれのお値段はちゃんと見たことないかも。あの買おうと思うきっかけがない、なんか高いイメージで、なうちの食べ盛りのあいつらにとってはコスパが良くないイメージで、買おうと思ったことないから値段知らんだけの話かな。そうなんかな、なあ。茹でた、そのうずらの卵とか絶対美味しいやつやん。もう絶対そんなんさ、もうだって中華丼とかのうずらの卵なんて幸せすぎるよね。めっちゃ幸せ。あの八宝菜とかのうずらの卵なんてもう私にさ、多大なるハッピーを持ってくるよ。あいつはマジでうまい。一口でパクや、もう本当にそう、あのなあ、もうあいつうずらの卵もええ仕事しとるわなあ、あきこさん。でも自分で茹でるって、それこそ茹で時間はどんぐらいなんですか。茹で卵じゃないからどんぐらい、すぐ茹だりそう、ちっちゃいから。うずらはどうなん、うずらのゆで卵何分ぐらい茹でるんですか。同じぐらいでもいいんか、殻割れたりせんのかな。ムーさん、あれ、じゃあうちも4個じゃ足りないか、旦那に LINE するか。ちょっと待ってよ、これ待って、おいおい、待って、チームうずらねん、チームゆで卵、あかんかん、これあの自分で買いに走るじゃなくて旦那走らすパターンになってきたぞ。じゃあヤギさんとムーさんが旦那に LINE じゃあちょっと、でもムーさん4つは足りないよ。あ、絶対足りないわ、1人1個なわけないよ、それは絶対言うわ。あの1人1個は絶対嘘やわ、1人2個やわ、あの美味しい本当に。でも旦那さんごめん、旦那さんが走る場面ならあまり言わんとこあきこさん、確かに一口で食べれるしお腹にはたまらないよね、コスパ悪いかも、だから普通のも入れる。でもな、うずらの幸せってあるな、あきこさん、わかるよ、あれは幸せを私に運んでくれる、めっちゃ。だけど高級やなって思う、私のお家では高級卵って感じ。でもうずら好きだよ、好き好き、美味しい、間違いない。これとこれとこれと、あれなんかど、あれ生地のパーツが1個足らんごだ、あった、タンクボタン、そうそう、ふわふわマケナとキーホルダー、無事届いた、かわいい、どう、なんかあのヒョウ柄のふわふわマケナいけますか、手触りどうですか。タンポボタンお買い上げありがとうございますよかった、タンポボタンとこ届いた、よかった。うずらの卵の代わりに普通の卵入れちゃう、あー七色さん、そうなんや、うずら多分好きなんやけど高いわなあ、でも美味しいよな。なんや、ヤギさん旦那は使う、こらウケるし、もう旦那さん LINE って何の LINE かなと思ったら、卵買うてきて1パックって書いてあるんやろ、もうやめて、もう仕事の後に卵買うてきて言うて、もうついでに牛乳もあったかなみたいな感じやろ、やめてください。もうでも使うよねあきこさん、ゆで時間はクックパッドに聞く、あーなるほど、お椀にゆで上がったの卵を入れてお椀で蓋をしてシェイクして殻を割るの、はい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 、なるほどな、ちっちゃいしか、こうコンコンってするまでもないからか、なるほどな、
え、知恵や、あきこさん、さすが。タンポタンとってもふわふわ、めっちゃ嬉しい。手触りええですよね。手触り、あの、こうならん？ああならん？あああああってならん？私だけ？なんかふわふわ気持ちいいな。オッケーメンジ来たよ。ヤギさん仕事が早いわ。もうマジで旦那さんありがとうございます。ヤギさんさ、あれやで、お水から湯がいてよ。お水からどつかるぐらいまで入れて。そうそうそう、旦那さんありがとう。ヤギさんの旦那さん卵買って帰る人になりました。私でも昨日何2パック買って帰ってきた。なんかみんなと卵言うてるから、この週末卵欲しくなるかもしれんと思って卵2パック買ってきたよ。一緒一緒。な、私んとこにもふわふわキーホルダー届いた。七色さんありがとうございます。よかった。あれかわいいな、ふわふわのシュシュキーホルダー。ありやな、かわいいかわいいかわいいと思ったね。ちょっと待ってパス取ってくるな。よいしょ。揺れた、ごめん。なんかこのふわふわシリーズいいな、これ。でもこのな、このこっちの柄が人気すぎてもう残りが少ないからどうしようかなと思ってて、もう作品が私が勝手に作っちゃって終わりにしてしまうのか、オーダーのために残しておくのか迷っているの。オーダーあるかわからないけどね。そう、可愛すぎて抱きしめていたくなるから、もったいなくてお外出れない。なんでやねん。もうウケる、タンポボタンウケるわ。お外出てください。私そのタンポボタンの負けなショルダー探しますね。あー、あれタンポボタンやってきっとわかる。でもなんかめっちゃヒョウ柄の方が手触りが正直いいかな。あれはあの柄違いなようで、実はね、まあ、生地自体が全然違うんですわ。だからあの 柄違いではなくって素材が実は違くて手触りも違うんです。ヒョウ柄の方が私は手触りが好きかな。あのやばいな、もう本当にタンポポタンがもうふわーってなるなね。ヤギさんふわふわだとスリスリしたいかも。スリスリしたいよ。あのな、めっちゃ手触り気持ちよかったんですな。タンポポタン、あのな、なんていうかな、ふわーってなる。なんじゃそりゃね、説明下手くそすぎても本当にどうかなるわ、ね。あ、ひまわりさんや。ひまわりさんこんばんは。ひまわりさんまた来てくれた、いつもありがとう。今日また卵の話になった。ヤギさんとムーさんがな、ゆで卵が伝染したよ。今朝はありがとう。今日は残りな、もうないと思っていたオーダーがあと2個だけ、負けなショルダー2個だけ、あのご注文があったから、あの今作ってます。でこれをしながらやけど、もうちょっとしたら、どんぐらい喋ったか、また私何時から喋ったか全然見てないよ。ダメだよね。あのもうちょっとしたらあの配信終わって、ご飯作りますね。今日はな、あのな、あれにしようと思ってる。やっぱグラタンかな。あのグラタン、グラタン食べたくない？こんな、なんかこんな日はっていうか、グラタン食べたいわ。ちょっとチーズ多めのやつな。なんかベーコンブロックって今カットした状態の密封されてるやつ売ってるんやな。いつもねこんな塊を買って自分で切ってましたけど、なんか一口大になってるベーコンブロックの詰め込んでなんか、なんていうの、真空パックみたいなやつ見つけたから、ああもうこれグラタンしようと思って買っちゃった。グラタンのベーコン美味しくない？私は好き。確信犯的に多めに入れます。玉ねぎも好きやけどな。はあ、ヤギさん、ムーさん卵湯がいてる。ちわやて。ひろあきさん、ひろあきさんいらっしゃいませ。ひろあきさんって誰やったかな。ああ、わかった。ちわありがとう。今週会ってない。思い出したわ。ありがとう。
来てくれてありがとう。元気してますか？変わりない？わしやて。え、ひろきさん分かるよ。今週会ってないじゃん。火曜日に行ったよ。だったかな？だったかな？って言っとこう。今グツグツしてる。ムーさんやっとるわ。もう6分半や。もうな、ムーさんグツグツしだしたらな、あれやで。もうな、ともこさんとか今グツグツしとるし、もうちょい待って言うても、あと4分とか言うて、言ってるで。ムーさん、意外とな、あれやで。ムーさん、6分半は意外と長いようで、意外とすぐやけど、意外と長い。ひまわりさん、昨日の配信楽しかったよ。4時16分からやってますよ。あ、すごい、ひまわりさん。わかるの？これは。そうなんや。あ、そうなんや。あー、そっかそっか。どうやってわかるの？ありがとう、教えてもらって助かる。すごい、4時16分からか。じゃあまだでも1時間で切れんから、何時から始めたって、私これもう気にしなくていいんかな。ひろきさん6時半に上がってくれた。お疲れ様です、ありがとうございます。 AABY カズさんいらっしゃい。なあカズさん聞いて。なあカズさん、カズさんに相談しようと思った。私イラストレーターのさ、ソフトを買おうか迷ってる。なんかどうしたらいいかな。イラストレーターだけ買うか、フォトショップとセットで買うか迷ってる。あのオンラインのやつな。で、ちょっとカズさんに投げとこね。旦那帰ってくるの8時半頃だから、頭の中卵になってる。ウケるし。そう、ヤギさん、もうムーさんさっき湯がいてるしや。じゃムーさん、今日はあれやわ、ムーさんからヤギさんにあの卵のリレーをするっていうやつやわ。あのムーさん、ムーさんでも4個だけ湯がいてるから危険人物やで。ねえねえ、ムーさん4個だけ湯がいてさ、とりあえずあれやろ、さあほんまに半熟具合が私好みの半熟でできてますでしょうか、今検証します。すぐむくやん。ほんで検証しないといけないので、ごめんなさいね、先にちょっと食べてみるわ。でもこれは検証だからね、つまみ食いじゃないよ。パクって食べたらもう2個食うわ。うまいぞ。あかんあかん、4つしかないからな。あかんよ、ムーさん、ムーさんあかんあかん、4つしかありませんので頼みます。通知の時間、あ、そうなんや、そういうのが来るんや。ひまわりさん、あ、通知の時間が来た時間で分かるんや。めっちゃ嬉しい、ひまわりさん、もうめっちゃ嬉しい。ひまわりさんには感謝、いつも感謝。もうなんかほっとするっていうか、ありがとう。なんかひまわりさんにはほんまに感謝やな。感謝感謝ですね。年間払わんなんよ。そう、年間払おうかなと思ってるか。なんかなんか月額のとこもあった。あの本家のサイトに行ったら月額1600円ぐらいだったんかなって感じ。でももう年間払ってもな、どんだけ使うか分からんけど、持っててもいいんかって思ったり。でももう高いよな、毎年払わんなんやろ。そこまで私フォトショップ使うかったら多分使わないわ。あ、ともこさんや、ともこさん、ちょっと聞いて。ともこさんの話ずっとしてたよ今日は。あの卵がまた、卵のリレーが始まっとるよ。ともこさんちょっと待って。ウケる。トモ、ムーさんとあのヤギさん、もう卵伝染しとるぞ。トモコさん、トモコさんのことずっと喋ってたんだで。あ、今度は何言ってんの、ごめん。あのな、ふわふわの負けなショルダーのこのな、この柄の負けなショルダー2個ご注文がまだあったことが判明。ありがたいな。あのこれはまだあのポチってない、あの月またいでからの注文でいいですか、あ、購入でいいですかの方の分が2個あったから、それを今作ってます。これを2個作ったら本当にオーダー完全終了だから、あの次の制作に取り掛かれるって。私いつもこれやな、これの連続。本当に
ヤギさん、キャー卵食べたい、うまいよ。ナンシカトモコさん、ここ1週間ぐらいでどんだけ卵食べてる？そう、トモコさんって感じやで。あの、美味しいよヤギさん。アキコさ、ゆで卵ってなんであんなに美味しいんだろう。わかる。なんかさ、卵焼きも大好きやけど、ゆで卵うまっていう時ない？私あるな。なんだろうね、卵やけど罪やで、ゆで卵は。んでさ、なんか自分の分になっちゃうとこもいいよね。あの、みんなで分けるじゃん、卵1個自分の分じゃん。お手軽やしな、お手頃やしな。だけどたかがゆで卵、されどゆで卵って感じじゃない？なんかって言うたらまたもうほんまにゆで卵流行っとるやないか。もうほんで、もうそろそろちゃうか。ムーさん、ムーさん、6分半来たらもうお湯じゃーしてよ。いつまでもたあれさ、火取ってまうで、ムーさんね。お湯じゃーして、それであちちあちちってなりながらゆっくりやけどしないうちに剥いていくの。そしたらその間の余熱みたいなものがぐーっと剥いてる間に入って、程よい、あの、多分ゆで卵になるかなって感じね。ムーさんって剥いてる？大丈夫？あんた、こないだこんなして喋っとったらさ、こたつで寝落ちするかもごめんやでって言ってたさ、むつきさん、実はこっそりこたつから出てから湯がいてたからな。もうほんとな、早いわ。なんや、ひまりさん、もう週末なんて早い。確かに、ひまりさん、私も思う。今週むっちゃ早い。なんか私3連休ってわー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 言ってたけど、もうまた週末来てるでな。今週はなんかあっちゅう間やったです。早いな、ひまわりさん。言うてもう11月終わっちゃうよ。早いわね。暑いからちょっと待ってた、お疲れ。トムさん、暑いから待ってた、お疲れ。3日で13個食べた。ちょっと待って、トモコさん。なあなあ、そのさ、なんなん、そのトモコさんのさ、新記録達成みたいな、そのちょっと待って、ちょっとトモコさん、ける。ああ、もうトモコさん好きやわ。アーカイブ見て笑ったわ。あ、ける、やじさん笑ったやろ。私もむっちゃ笑ったよ。めっちゃ笑うやろ。トモコさんなんてリアルタイムでずっと一緒に私と卵の話にずっと付き合ってくださっとったから、もうトモコさんあかんねん、もうもうスイッチ入ってまうねやんか。ああ、3日で13個やるな。でも私おでんしたら延々食べ続けるよ、トモコさん。もうお好み焼きで食べたから言うても、もうそっからカチャー入ってもたもんな。ともこさん、卵買いに走る人やわ。じゃな、ああ、ジンマシン出そう。いやいや、ほんまによ。でも美味しいよ、和代さん。ジンマシンじゃなくて、ゆで卵。1個じゃ止まらん。2個は食べるな。ゆで卵には塩かマヨネーズ。確かに。そうやって言ったらな、だから、あきこさんな。だから私、1個目は塩食べて、2個目はマヨネーズ食べようかなってなって、そんな話しとったら、むつきさんがもうマヨネーズどっぷりつけて食ってたの。気がついたら、もう、いつの間に湯がいたんや、っていうね。ムーさん、味塩で食べると美味しいってツイッターで見て試したい。あ、そうなんや。もうムーさん、よだれよだれ、もうよだれ止めて、もうよだれ垂れてるや、やめて。あきこさん、あきこさんも13個でよだれ垂れてる。こらこらや、もうウケるわ。味塩ピミ、うーん、そうなんや、美味しそう。私お塩だけが好きかな。でもなんか、あの、むつきさんがな、え、マヨネーズめっちゃ美味しいよって言っとったから、ちょっとマヨネーズブリュってブチュってかけて食べたいかな、今度やったら。私今2パック買ってきとるの、あの、ゆで卵だから。私ももう時期にやで、トモコさん。時期にやぞ、トモコさん。もう気がついたら10個湯がいとるわ、もうトモコさんみたいに。はあ、受ける。あ、みこさん来た。みこさんいらっしゃい。来てくれてありがとう、みこさん。あのな、また証拠りもなくミシンしながら、あの、ゆで卵の話しとった。ちょっと私さ、このタグ打ちしたいから、ちょっと一瞬画面から消えてもいい？ちょっと一瞬だけ消えるな。みこさん届いたよ
届いた。あと時間がないからお知らせだけです。また来ます。あ、みこさんありがとうございます。ご丁寧に。うわ、無事届いてよかった。ありがとう、みこさん。お買い上げいただきました。ありがとうございます。みこさん、ふわふわの負けなショルダーと、シュシュキーホルダーと、あとワイヤーポーチもご注文くださって、全部このふわふわの、この黒の逆ダルメシアンからなんやな。みこさん、ありがとう。ありがとうございます。忙しいね。ありがとうね。ともこさん、あきこさん。マヨネーズは君のところが微妙。あ、そうかもしれん。ちょっと掘りすすいでいってからってこと？あきこさん、ちょっと掘り進んでいって、掘り進むってなんじゃ、カブッといってからのその君こんにちはのところにマヨネーズをピャッってやればいいんか。お皿みたいにして、もうあかんやん、食べたくなるやんか。こらこらやん。ともこさん、味噌味、めんつゆ、塩味したらやめられなくなっちゃった。なる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 。ともこさん大好き。あー、わかるわ。え、味噌も美味しそうやな。めんつゆも美味しいだろうな。塩は美味しいけど、味噌美味しそうなあ。あ、かずみさん、ちょ、間違った。かんみさん、いらっしゃいませ。あきこさん、ともこさん、味噌って言って、なんか味噌言ってた。美味しそうじゃない？可愛いです。春ママとお揃い。みこさん、ありがとう。またね、ありがとう。そう、春のママと本当お揃いでご注文。わざとお揃いか、偶然お揃いか、一緒にご注文くださって、どっちもふわふわ、ふわふわ、ふわふわチーム、ふわふわ。みゆきさん、お疲れ様。久しぶり。みゆきさん、元気？いらっしゃいませ。待ってたよ。ちょっとゆでたまごの話で盛り上がってた。みゆきさんは何かけて食べますか？私はな、塩が好き。でもなんか、マヨネーズブチッてするのしたいなと思った。美味しいんだって。罪やな。ちょっとごめん、一瞬消えるな。一瞬このタグだけ、タグのあのかしめを打つんだけさして、一瞬消えるけど、これ私番になる、番にならんか。あー、ティアラさんや。ティアラさん、いらっしゃい。こんにちは。見てくれてありがとう。ちょっとな、タグだけ打つから一瞬消えるで。ちょっとちょっと1分だけ消える。1分だけ、ごめん、1分だけ消える。よくらさん、おくらさんね、配信もしたいけど、作業の手も止めたくないっていう、本当謎配信、ね、ごめんな、なんかもうどっちもこっちもで、そうな。みんなは晩ご飯できましたか？私はまだ、私はまだです。みんなの晩、今日の晩ご飯は何？これ私声届いてるんかな。ごめん、ちょっとマジで私インスタライブで画面から消えるってやったことないわ。ごめん、ちょっと待って。よいしょ、復活してきた。ありがとう、お疲れ様。ちょっと待って、コメント進んでたわ。ちょっとコメントする、もうちょっと待って。ありがとう、見てくれた。本人不在なのにいてくれる、ありがとう。タグを打つ間はどうしてもいなくてごめんなさい。ミシン台の上で金槌打てなくてごめんな。オッケー、ただいまー。ごめん、ありがとう。ああ、ちょっとコメント戻るね。お疲れ様、みゆきさん。ヤギさん、味は？はよ、卵届かないから。違うやん、違うやん、ヤギさん、ちょっと卵、こらこら言うても、卵瓶になっとる旦那様です。愛する旦那様のご帰宅です。もう8時半、さっさと仕事切り上げて、卵こってから待っとらーってなっとるな。わかるよ。卵の帰りを待つの旦那様の帰りです。もうあかん、わかるわ。ヤギさん、ともこさんはもう朝走りにいたからな。いやでも卵はな、じゃあ一回それをやるとな、ヤギさん、一回それを食らうとな、あのな、もう次から卵切らさないお家により一層なるよ。もう卵ゼロはありえん、いつゆで卵スイッチ入れよ、わからんってなるからな。そやで、旦那さんも大変。
旦那さん早く帰ってきてくれたらいいな、意外と早く終わったでって言って帰ってきてくれたらいいな、おかえり卵やなあ、ティアラさんこんにちは、いらっしゃい、ありがとう、来てくれて。塩派、あ、わかるわみきちゃん、私もそう、私も塩よ、もう塩オンリーで十分、もううまいわ、もうか、もうな、塩分取りすぎとかな、もういいの、もういい、もう良くないけどいいの、もうゆで卵に関してはもう塩振りすぎるぐらい振ってももういい、怒られてもいい、とにかく塩かけて絶対食べるっていうぐらい塩が好き。えみこさんや、ゆで卵を細かく切ってマヨネーズで和えたのをご飯にのせたらめっちゃ美味しいですよ。うわ美味しそう。それはもうあれやな、いわゆるあのサンドイッチの卵サンドみたいなのがのご飯バージョンってことや。これはうまいな、間違いない。あ、それ言うたらマヨネーズ絶対美味しいですね。確かにそれはマヨネーズ美味しいわ。マヨネーズみんな美味しい言うな、わかる、確かにって感じ。もうゆで卵の話で1時間や、もうみんなお腹空いてるで、もう本当に私もやけどね。ティアラさんありがとう、お疲れ様。うん、あ、ティアラさんも来てくれてありがとう。うん、あ、みゆきさんお久しぶりです。うん、えみこさん、それ我が家のタルタルソース、うわご飯の上にかけて食べるってもう罪やな、絶対美味しいわ。うわやばいな、刻むのがなめんどくさいかなって言っちゃう。なんか黄身をロスする気がして、私いつも刻むときはあの黄身をどかしてから刻みますわ。聞こえてますよヤギさんありがとう。私もまだ作ってないわ。聞こえてた声、みゆきさん作ってない、どうすんの。私今日はなグラタンしようかなと思ってるよ。ともこさん、猫ぶ味噌とかいうだし入り味噌に1時間作っておいたの。あ、そうなんや、だし味噌につけと1時間で味しみるんや。お味噌美味しそうやと思った。みんなのとこはどうなんかな、高知県の方に行ったらなんかな、あのね、お味噌に、あのおでんにお味噌をつけて食べるんです。これは名古屋とかもそうなのかな。そのお味噌がね美味しいんですわ。その高知県のねどっかうどん屋さんに入ったところのお味噌が美味しかった、忘れたけどね。えみこさん、あいこさん、ぜひご飯にかけてみて、もう美味しいやつや。えみこさんのそれはトン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 、ごめん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 、あのごめん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 、あのトントンしてた、ご飯かけてるよ。いやそうなんや、私したことない。なんかその卵のそのマヨネーズにしたやつはなんか分からんけど勝手にパンのイメージ、あのパンのイメージやわ、私はパンのイメージっていうかサンドイッチのイメージかな。トン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 、ごめんごめん、言われちゃう、そう、トン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 、もうヤギさん笑ってるし、卵うまい、待ってる間もぐもぐ、あかんやん、ムーさんも食ってもたやんか、ウケるしどう、ゆで加減、あの黄身具合はどうですか、ムーさん。ムーさん羨ましい、もうヤギさんがかん、あかん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 、ヤギさんがもう我慢できんぞ、旦那早く帰ってこいってな、あと3時間半じゃ、あと3時間半待ってやってくれヤギさんあかんわ、ヤギさんがもう早く帰ってこい旦那、早く帰ってこい旦那や、卵凍ってきてやからな、ウケるわ、それ今日じゃないとあかんのかってやつやで、ウケる、今日じゃないとあかんな ご飯にマヨはしたことない、でも卵とあえてるやつやったら美味しそうやな。ご飯作らなきゃ腰が重い、適当に作ります。ひまわりさん、もうほんとそれよ、私もでも今日はグラタン食べたいし、あのベーコンブロック買ってきとるからもうするぞ、なんか適当に入れて、あのお野菜多めのやつね、お野菜とマカロニ多めのやつ作るよ。タンポダン、それは味噌田楽、あ、そうなんや、味噌田楽って言うんや。なんか美味しかったんです、あのおでんにねお味噌つけるんやけど、そのお味噌の味加減が美味しい、もうほんまに、あれがどこだ、どこのお店か思い出せないんです。
えみこさん、器に入れててスプーンかフォークで潰したら君の無駄にならない。なるほど、確かに。うちは今夜カニ鍋。うわー、ともこさん勝ち組や。ともこさん勝ち組やでね。ともこさんカニ鍋って美味しそう。私福井に住んでるけど、あのカニ全然食べる機会ないです。すぐそこで鬼のように売ってるんですけど、本当にあのもうこの時期になったら楽天で、あの日本、あ、楽天で売り上げなかなかいってますよランキングのカニ部門第1位のマスヨネさんとかすぐそこなんですけど、あの越前ガニね、なかなかの売り上げカニのねしてる楽天市場でも、リアルでもですけど、とかそんな感じでカニ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 に恵まれてカニに不自由しないところに住んでるけど、カニ全然食べない、食べ方わからないんです、田舎者すぎてごめん。ランボーさん配信始めた、ほんまやな、あきこさん私も見えた、ランボーさんの配信どんなんやろな、ライバーランボーさんね。ベリーゼさん、ご飯の支度してきます、また来ます、うん、ありがとうございます、ありがとうね、ベリーゼさん、またよかったらお付き合いしてください。ムーさん、2個目剥いてた、穴とか開けてないのに綺麗に剥ける、ムーさん、もう始まっとるぞ。ともこさん、ムーさんが始まっとるぞ。4つ、ともこさん聞いて、卵4つだけあるから大丈夫言うて、4つじゃ足りんと思うで、ムーさん言うて、あのお旦那さんに買ってきてもらうって言うてたけど、ムーさんが卵スイッチ入ってもたよ。ともこさん、ああ、ヤギさん、ともこさんカニ鍋美味しそう、間違いないわ、みんなともこさんちの子になろうや、今日はもうほんまにこれで遠回しにカニ鍋するし、おいでって言うてると思って勘違いして、みんなで行こうや、ともこさんち、カニ鍋やで、ともこさんうまそうやわな。娘がお正月に帰れないからってカニを送ってくれたの。あ、そうなんや。でもそんな私もする、カニ結構送りますわ、いつもね、あの福井から自分食べないけどカニは送るんです。あの本当にあのここに魚町っていうね、かの、あの海鮮のお土産屋さん、超巨大お土産屋さんがあるから、そこに行っていつもカニを買いますわ、送ってくださいって言って。そうそうか、素敵な娘さん。でも私も今年帰れるか帰れんか分からなくなっちゃったな。丸さんの簡単お料理味噌使いは美味しいよ。あ、そうなんや。丸さん、なんかさ、おでんにさお味噌つけて食べるの美味しかったんです。そうなんや、美味しいな、お味噌。なんか私ちっちゃい時ってお味噌ってお味噌汁で十分やって思ってたけど、大人になったんかな、なんか味噌をつけて食べるっていうの結構好きになったかもしれん、大人になったんかな。ちっちゃい時はなんか意味がわからんって思ってたけどね、お味噌美味しいね。よいしょ。あ、そうや、5時半か。今日私7時から1時間配信させてもらおうと思ってて、やばいな、早くしないと。あのね、7時から1時間話しさせて配信させてもらって、プラス9時からも配信させてもらおうと思ってるんですけど、実はね、あのね、まだ告知全然させてもらってないんですけど、聞いて、田楽とんかつなんでもうまいし美味しくなるよ。ほうなんや、もう、もう味噌買いに行く、もう丸さんの味噌買いに行く、もう絶対買いに行く、うまいやつやで、もう絶対うまいやん、そんなん、もうタンポポタン飯テロやな、もうほんまに。ちょっと、そうそうそう、告知告知、これリア、今見てくださってる人だけがさっき知る感じなんかな。あのな、でで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 、あれ告知、ダダ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 ダのお知らせ。そう、私たちのチームフェルトの中から1人1名ハンドメイドライバーが増えます。よいしょ、おしやー。
そう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 、そう、あの新しく一緒にライバーをやりたいっていう方が増えました。あー、トゥリートムさん来てくれてた、ありがとう。そう、あの仲間が増えます、あのハンドメイドライバーね。さあ誰でしょう、パチ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 、誰や言うて、タムボさんが誰や言うて、もう誰やろな。あ、ヤギさんパチパチありがとう、アキコさん仲間言うてありがとう、ムーさんおー言うてありがとう。そう、ふん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 、楽しみ、トモコさん楽しみやろ。そう、タンプボタン、わー、ありがとう。そうそうそう、そのは、あのご紹介配信を、7時からさせてもらって、8時ぐらいにその方にあのリレーさせてもらおうかなっていう、はあの段取りになってますわ。私なんでそんな1時間も喋るんって感じやろ。もうだから気になる方は7時からじゃなくて8時から、8時前にいらっしゃったらいいかもね。誰かとりあえず知りたいっていう方は、とりあえず私7時から喋りますけど、うん、あのっていうのは私無駄な話が多すぎて、あの時間が短いとその大事なその方のご紹介があのすごく少なくなっちゃったらダメかなと思って、そうね、楽しみにしててください。今日7時から配信予定かな、間に合うかな、ちょっと今もうちょっとやばいな、これ5時半か。1時間半でご飯と子供たちのお風呂を終わらせたらまた私登場しますね。そう、ありがとう。エンズクティジツ、あー、キヨキバや、こんばんは。ちょ、キヨキバにもう報告、ちょっとキヨキバちゃん聞いてる？どっか行ったかな、キヨキバちゃん。あの新しくまたライバーさんが増えますよ、キヨキバちゃん、私らの仲間、あの仲良くしてください。またお友達ゼロからのスタートですので、皆様あのよかったら仲良くしてあげてください。はよご飯の支度して食べないと間に合わないよ。あ、大丈夫や、ほんまやな、ほんまやな。なあなあ、タンポポタン、タンポポタン、ほんまやなケロさん来た、こんばんは。私もできるだけ早くご飯作ります。よっしゃ、みんなでさっさとご飯作る。いつからいてくださったん、ケロさん、ありがとう。確かにいつもこれでバタつくの、私のな、このな時間のな、ちょっと時間のさ、あの予定の立て方間違ってるよね。今まだミシンしててさ、ご飯終わらしてさ、子供らお風呂終わらしてさ、8時から配信って私バカだよね。そんなハードスケジュール私こなせるんかしらっていつも思うよね。だからいつもね遅刻するの、ギリギリセーフじゃなくてギリギリアウトになるの。うーん、ちょっとなんか、あ、ごめん、なんかあかんよね、バリってなったな今、イヤホンの人嫌やったな、ごめんやで。よいしょ、うん、と制作しながらミキサー配信はちょっとあのこれがあるからな、マイクが邪魔なのよね。ケロさん、早うご飯作るで、ありがとうやで。ケロさんもよかったらお付き合いして、仲間が一人増えるからみんなでおめでとうを言ってほしいのと、私今日はな、特別今日みんなにその方にあのデビューおめでとうを言っていただきたいんです。今日は今日言ってもらいたいの、できればちょっと、もしチームペルとあのチームワークご協力いただける方はね、あのね、ごめん、どうしても今日デビューに駆けつけていただきたいなって思ってるの、今日が一番嬉しいなって思ってます。よかったらあのよかったらお付き合いください。私は今日で会ってほしいな、みんなが来たようが今日で会ってほしいって思ってる。あの強制ではないよ、押し付けではないよ、押し付けじゃないけど、もしいいよっていう方が今日そのデビューにちょっと集まっていただけると嬉しいです。ちょっと待って、ムーさんお腹いっぱい、ちょっと待ってムーさん食べたな、
何個食べた？ちょっと2個目向いてます言うてなんか静かにしてるな思ったけど、ムーさんちょっと待て、何個食べた？あのな、ムーさん一人1人1個じゃ間に合わんじゃなあ、2個は食ってまうやろお腹いっぱい言ってよかった、ムーさんお腹いっぱいになった、ムーさんウケるな。ああもうまた配信してる間のゆで卵湯がいて食ったぜ配信や、もう飯テロやで、ほんまに笑かすわ、おもろいで。ムーさん静かやなと思ったんやけど、ムーさんなあなあ、ゆで卵食ってたやろおもろいわ。ああおでん持ってくれ、持ってきて持ってきて、もうおでん持ってきて、多分ほらおでん持ってきて、間違いない、おでん持ってきて、あのゴールデン鍋で持ってきて、多分ほらあの昭和のあのもう一番間違いないやつ、あのゴールデン鍋一番大容量で一番裏切らない、あのゴールデン鍋のいっぱいおでん炊いて持ってきて、私もよけ食べたい今日は誰だろワクワクする、そうやろトウコさんとワクワクしてて、でもし5時間都合よかったらその方のそのデビューされるライバーさんの配信時間が8時を予定してるから、8時だけでもいいからその方のとこずっとおらんでも難しかったらあれやけど、よかったらいて、あの8時に開始予定やから、どうかどうか皆さんあのよかったら駆けつけていただけたら嬉しいです。あの初めてライブ配信するってね、やると見るでは見るとやるでは全然違くて、ものすごい緊張するしものすごい不安もいっぱいなんです。だからあの私はさ違うじゃん、私はこの812に引っ越した時はさみんなと一緒に引っ越してきたじゃん、だからみんな一緒に配信するから来てねって言ったらみんなが来てくださったおかげで私は寂しくなかったの、いつもの配信が812で同じようにさせていただいてたっていう感じだったじゃん。でもその方は違うからすごいね、もうお友達また必殺ゼロからのスタートになっちゃうんだよ。だからあの配信の緊張めちゃめちゃしてるんです。でも多分今とかももう緊張しまくりハマグリやから、あのもう受けるよ。あのな、私が7時から配信して8時に配信つなぎますねってその方に言うんやけど、私の配信は緊張しすぎて見れるか見れんか分かりません言うて分かるわ言うて見んでええって言いましたけど、あのめっちゃねあの緊張してらっしゃったし不安もいっぱいやから、よかったらみんなあの駆けつけてあのコメントでもしていただけたら私はありがたいなって思います。あのライバーさんデビューっていうのはすごいすごいことです、きっとね。そうキャベツ3玉あるから大量消費できるの作れないか、あほらもうお好み焼きやわ、ケロさんお好み焼きかロールキャベツやな、3玉って勝ち組やな、もうお好み焼きかロールキャベツでいきます私は、もう一気にやるぞっていうとこケロさんみんなに知らせないと、いやほんまやな、タンポポタン私も告知しないとやな、お知らせしないといけないね。そうみんな先輩お疲れ様です、お疲れさん、先輩お疲れ様です言うて、あなたに後輩ができますよ、また新しくライバーの仲間が増えますよのお知らせです。そうキヨキバちゃん今日の8時からその方はデビューされます。今日見てフォローしに走る、ありがとうケロさん嬉しい、冷凍庫に入らないくらいカニあるからうちに来て、行く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 、あの私7時から配信するけどそれはもうほったらかしといていいから、まだ垂れ流し配信じゃけど、あのその方の8時のデビューはよかったらみんな今日いてほしいな、この初日ね、そう今日来てくださいねって言ったら、あまり強制はしないですけど義務みたいなのは、いやみんなのここで配信を気にあの言ってほしいから、あまり強くは言わないですけど、あの、うん、そう、ね、ちょっと待って、あきこさんが何
ヤギさんや何個食べたの言うてムーさん何個食べたの。ムーさんお腹いっぱい言うても幸せそうな顔してたけどウケるし。もうでもヤギさん待て、もうヤギさんがもう卵の口になっとる。ヤギさん落ち着けヤギさんあーおかしい。ヤギさんがもう卵の口じゃもう赤かもう旦那まだか言うてなってるで。やめろやばいしな、ウケる。クミコさんが笑ってる。クミコさんいらっしゃい、ありがとう。また来ます。うん、カズさんお疲れさん、また来て、いつでもな、待ってるよ。ありがとうね、話聞いてくれてありがとう。ムーさん2個食べちゃった、その前にナゲットも食べてた、夜ご飯いらんなあムーさん1個じゃ足りんやろ、2個目いてまうやろ、やばいわやばいわ。なあムーさん、美味しくない、美味しくないって私が言うのもあれやけど、6分半のゆで卵ちょっと待ってや、ちょっとな、あのお腹すいたからナゲット食べてますからのムーさんからの話やったよな今回。ムーさん、ムーさん始まりのムーさん終わりになるで、この配信もムーさんから始まりムーさんに終わる謎の卵配信で、また卵配信じゃないかい、はあ、見えてるの、その鍋やよ。あ、来た、ゴールデン鍋、もう間違いないやつや。もう鍋ごと持ってきて今日、ヤギタンポポタン。もうそのゴールデン鍋が一番な、もう優秀、うん、な、それが一番です。あの大容量は卵20個湯がいても入るやつや、間違いない、そのゴールデン鍋な。もうヤギさんが止まらない言うても、あかんって、もうあかんって、ヤギさんもう開ける、早旦那帰ってこい、8時半とは言わず早く帰ってこいってなるやな、ウケるし。どこでもドア欲しいな、みんなの家にご飯食べに走る、わー間違いないわ。とりあえずあのおでんも食べるし、あのカニ鍋も食べるし、ムーさんも一緒やで、あのゆで卵2個食べてお腹いっぱいのムーさんも一緒に行くで。なもうみんなでもうご飯のご一行様やな。ヤギさんちょっと待って、ヤギさんもあかんかん、もうヤギさんの頭の中卵になってもた。ああ1個はないな、ヤギさん1個湯がいても苦痛やで、2個目食べたくなるよムーさんみたいにね。どこでもドア欲しいね、欲しい欲しい、私も欲しいな。てかみんなに会いたいな、会いたい人が多すぎます、私はみんなな。そうあんまりね意識はしてない、意識は全然してないですけど、あのお取引をしたことのある方は私はどこにお住まいか分かりますしね、だからその距離とか会えるかなとかいうのも私の中にはあるよ。だけどあのどこでもドアあったらほんまええな、確かに。でも私はなんかいつか絶対必ず皆さんにあのお礼回りにというか変ですけどね、あのどこでもドアはなくてもね、あのまたコロナが落ち着いたら必ずサーカスみたいに全国回って現れますね。なんや、次は誰だろう、次誰だろうな、ムーさん次は誰でしょう。ね、楽しみ。どこでもドア欲しいな、トリートップさん、わかる。どこでもドア欲しい、トリートップさんにも会いたいよ、会いたい会いたいね。我慢してる卵、ちょっと待ってな、もうヤギさんよ、もう分かる分かる。でもヤギさん大丈夫や、ともこさんは朝まで我慢したからな、夜中からで買いに行ったからな、自分で。もうともこさんマジでもう涙出そうやった。でも大丈夫や、旦那さんの帰りをな、あの今かと待つ嫁じゃな、もうヤギさんはもうあの旦那様や、今日はな、ありがとうございます。いや、お帰りなさいませ、旦那様かっこ卵あのでもう速攻湯がきますね、鍋からな。
のぞみさん聞いて、先に言うわ。今日な、あのな、新しくな、また私らチームペルトの中からな、あのな、812ライブデビューライバーさんになられる方が増えますよ。私が7時から配信して、その方の配信は8時からリレーでご紹介させてもらうから、よかったらのぞみさんちょこっとだけでも、今日できれば8時からだけでもいいから、ちょこっと来てもらえたら嬉しいです。あの、新しいデビューされるところに駆けつけ、よかったら駆けつけてください。のぞみさんって言ってる。会いたい会いたい。次トップさん、できた、できました。はい、イエーイ。ふわふわ負けなショルダーがゼロからできました。タンポタン、この間静岡ペルトさんがいた時、途中のサービスエリアで待ち合わせできたらいいなって思ったよ。わかる。ちょっと待って、ピンポン来た、ありがとう。ピンポン大丈夫かな。ピンポンしたいな。あ、私も思った、会えそうやんだと思うな。確かに会えそうやった。ピンポーン、そう、ええー、言うて。のぞみさん、よかったら、よかったらお付き合いして。あ、回覧板やった、ありがとう。回覧板が来ました。私は卵を思って一晩もだえた。ウケ、そう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 、もうもだえた、もだえた。ともこさんはもうもだえまくりじゃな。もうたまごさんどうかなるかと思ったよな。飲んでます、空いてないやし店みたいな。もう夜中じゃ、もう時間悪すぎだ。あれはもう2時とかから、もう卵の話もう朝までかかったもんな。ともこさん、もう朝までかかってもまだ店空いてないしやな。あ、ともこさん8時からね、了解です。うん、のぞみさんぜひよろしく。ツリトップさん、ピンポーン、そう、こんにちは。あー、みなっぱさん来た。みなっぱさん聞いて、あのチームペルトの中からまた一人、あのライバーデビューをされる お友達が増えます。よかったら、あの今日は私が7時から配信して、その方が8時から配信するから、よかったら、あのよかったら、できればできれば今日その方の配信に、あの駆けつけてもらいたいです。あのできればね、そうっていう感じ。よかったらお願いします。ピンポンピンポン、あつこさんもピンポン、ヤギさんもピンポン、みんなピンポン、ともこさんが拍手ありがとう。もう今日回覧板やった、隣のおばちゃんや。いろいろ稲荷が来たのに不在で受け取れなかった。あら、もうみなっぱちゃんほらあかんやつや、ほらあかんやつやで。大丈夫、でも冷凍やから痛むとかはないわ。ないけど今日食べたかったな、美味しいよ。あのな、あのな、みなっぱちゃん、うん、率直な感想は、一つ一つの味がシャンとしてる。で、4つ一緒に入っててもそれぞれの味が、この個性が揃って個性的で、個性的で味移りはしてないで、一つ一つがしっかり味がしているっていう感じ。ただ4個で買うものではないなと思うな。もうちょいまとめて買うかな。お稲荷さん4個ではうちは全然足りんかなっていう感じです。そういう感じ。よっしゃ。誰だろう誰だろう、気になるやろ、のぞみさん。そう、誰でしょうね。でもあのすごい緊張されてるの、すごくね。私もっとそのチームのみんなと仲良くあまりできてなかったんかな。さ、その好きとか嫌いとかじゃなくて、なんていうの、一緒に配信では一緒にいてくださったけど、あの皆さんとあまり絡みが少ないかもしれないからって言って、もうめっちゃ不安なんです。その方がすっごい不安にしてるの。すごくすごく不安にされてるから、よかったら仲良くしていただけたらありがたいです。すっごい緊張してるよ。だってさ、私あのお電話させてもらっただけでももうめちゃめちゃビビり倒してましたよ。もうごめんなさい、ペルトさんとお話ししてるだなんて、ごめんなさい、あのごめんなさい、めっちゃ緊張してますとか、なんでやねんって、私いつも話してるやんって言って、私いつもいつもなあ、そうやろ、なんでやねんって言って、全然緊張することないやん、このままですやんって言ったら、いやいや、今電話で話してる、ペルトさんと電話してるんですよ、緊張しますよとか言われて、なんでやねんって言ったけど、あのめっちゃ緊張してるから、よかったらみんなでこうほほほほほほあったかくほぐしていただけたら嬉しいです。ありがとうね。誰だろう、8時間見れるかな、みなぽちゃん、見れたら見れたら見れたら、よかったらで無理なくでいいです。ただね、今日でお願いしたい理由があります。お願いします。待ち遠しくてもだえる。あと2時間か、あとにも出してご飯作るわ。そう、今日グラタンする。待ってると余った卵作っちゃうけど、ちょっと待って。
ムーさん美味しかった。でもなんかムーさん卵してみてもらえて私嬉しかった。 美味しいよな。2個は自分の分2個はいるよな。ミキーさんは4つ食べました夜中に。やばい。タンブボタン、そんな人いる？みんなめっちゃ絡んでる人ばっかりだと思うけどな。うん、多分仲良くできると思う。うん、昨日何ともフェルトさんを抜け出していろいろ稲荷を探したけどたどり着けんかった。嘘やん。ちょっと待って、ともこさん、ともこさん今送った、ともこさん今送ったよ URL、 よかったら見てください。 DM したよ、あのさせてもらったし見てみてください。まだいけるかな、いけると思うわ。そう、あのともこさんよかったら見てみてください。届いてるかな、ともこさんありがとう。うん、よかった。待って、ごめんな、もうちょっと早く気がついてこうやってしてあげればよかったね。ごめんなさい。大丈夫です、きっとさ、まだ間に合うと思いますわ、きっとね。あの味見してみてください。味がな、私の率直な感想は味がかなりシャンとしてる。だからあのかシャンとしてる味見を好みがあるなとは思う。 強みがあるかな。でも逆にチンしてお酢が飛んで味が薄くなるはないから、それを多分考慮してのちゃんと強みのちゃんとしてる味付けにされてるんだろうなっていう感じですわ。そうだからよかったら無料ですしモニターなんでやってみてくださいね。ハッピーハッピープリンセサー、ハッピープリンセサー、ハッピープリンセサリーさん、こんにちは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。そうそうそう、音声ブーンって言ってる？あ、そうなんや。音声ブーンって言ってる？みんな。ごめん、なんだろう。音声ブーン言ってる？これでいいか。ミキサーやめるわ。ミキサーやめるけどごめん、配信もやめてもいい？ちょっと私、7時からの配信に向けてちょっとご飯をダッシュで作ります。あれ、固まってる？あ！固まってるのこれ。あ、でもいや、いや、インスタライブや、固まってても大丈夫や、ログで残るな。じゃあ急ですけどこれで、こんにちは、てるてるゆきこんさんや、てるてるゆきこんさんや、来てくれて嬉しい。てるてるゆきこんさんありがとう。あ、固まってた。あ、大丈夫。あ、途中から OK。 あ、了解。あ、はい、大丈夫。ムーさん固まってない？あ、固まってない。言ってるとゆきこさんありがとう。ご飯作ろう。うん、ちょっとごめん、7時に間に合わせるわ。またこのパターン、ともこさん、また私またバタバタするパターンや、やだー。でも頑張るよ。よっしゃ、ほなご飯作って、グラタン作って秒でご飯作る。ほいでまた戻ってきます。お付き合いいただきましてありがとうございます。あー、ともこさんありがとう、見えたよ。じゃあ終わりのじゃんけんするよ。この後7時から配信、ご紹介配信を7時から8時で、ごめんなさい、9時からあのね、予測変換ゲームしようと思って、また9時からも配信を別で私はさせていただきます。今日は7時からと9時から2回2部制になっております。81の方にお越しください。お待ちしてます。ゆきこんさんには伝えておく。ほんま？ありがとう、あきこさん、ごめん、お願いしてもいい？よっしゃ、じゃあ終わりのじゃんけんいくよ。せーの、終わりのじゃんけん、じゃんけんパー。今日はパーにした。ありがとう。